それではただいまよりセッションを始めます司会は医療ライターの渡辺千鶴さんにお願いしておりますそれでは渡辺さんお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、本日の司会を務めさせていただきます医療ライターの渡辺千鶴ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、この講演は膵臓癌とても強敵ですが攻略方法を一緒に学びましょうについてです 講師の先生は、慶応義塾大学医学部主要センター副センター長の浜本康夫先生です。浜本先生は、1995年に札幌医科大学をご卒業され、消化器臨床研修中に、スクイース胃がんや進行性の消化器がんの患者さんを担当されて、この分野の学ぶことの重要性を痛感されました。 その後、国立センター東病院で臨床腫瘍学を研修された後に、栃木県、栃木県立癌センター、腫瘍内科等を経て、2011年から慶應義塾大学病院でご勤務されております。専門は消化器癌の内科治療ですが、神経内分泌腫瘍、肉腫、高齢者の癌医療にも力を入れて取り組んでいらっしゃいます。 えー、モットは分かりやすい説明と満足できる治療の提供ということです。では先生よろしくお願いいたします。えっと慶応大学の浜本と申します。皆さん今日はあのよろしくお願いいたします。えっ、ー、と膵臓がんのお話なんですけれども、あ、ま膵、あ、臓がんのえっ、ー、と。 う言われてしまうともう本当にドキッとするっていうもう一番代表的な病気なんじゃないかなと思います。でえー、っと膵臓がんと言われてもこれあんまりいつも <laughs> 僕はこういうの上手じゃないんでうまくいかないんですけれどまるまるないとかっていう昨日一緒にお話したあの大阪の先生こういうの上手だったんですよね。あれあ,のあ,あいいう,うに言いたいんですけどこう 結構この回に出てる方わかりますかねあ、慌てないみたいなね。慌,慌てない。やっぱりす臓がんって言われるだけで、あのー、もう、まあ一番言われたくないがんの一つと言っていいと思いますが、まあまず慌てないで、えー、っと、いろいろな準備。 で今日のお話は、まあい,やまあ、いろいろなこと言われるわけです僕も毎日嫌なお話を患者さんとしなければいけませんが心構えと言っていいのかどうかというのとあとは情報の集め方情報の集め方今情報ものすごい量あるんですけれど下手すると変な情報ばっかり掴んでしまったり実はもう考えてたことと違う方にあの気づいたら流れていってしまうということありますので、まあ、注意点とあとはちょっと格論も。 あのお話しさせていただきたいとは思います。で、これでいいのかな。まず膵臓がんと言われたときに慌てずにいろいろ調べ出すと思うんですけど、ただ最低限この3つどこに何がどれぐらいあるかこれはもう基本です。基本ですのであの。 その病気がどういう状態かによって、あの出口とか、あの入り口とか全然変わっていきますので、え、いろいろ調べながらも必ずどこに何がどれくらいあるのかっていうのを抑えた上で、えっ、ー、と、病気について、え、作戦考えていくというのは極めて重要です。どこにっていうのは場所ですね。で、何がっていうのは病理組織。あの顕微鏡で見てそれが何かということです。これ非常に重要です。どれくらいっていうのは、あの、病気。病気って言っても、あの、木は、あの、 時期の期でステージですねステージが大事なんです。で、えーとまあ、もうちょっとあの細かく言うと部位は水頭部とか水体部とか水尾部とかですね。病理は、まあ、あの洗顔なのかあの、まあ、この2つでほぼいいんですけどそのネットカルチノイドって言われるべきあるんですね。神経内分泌瘍。えー、有名なところで言うとスティーブ・ジョブってあのアップルの前の CEO ですかね。前の前か がこの病気で、まあ、よく報道なんかでは「水がん」みたいに書かれてるんですけど「水がん」ではないんですね。僕らが「水がん」と言われてイメージする「水がん」とは全く違うんです。でこの2つを分けて考えないとかなりあの混乱して、えー、と場合によってはノイズが入ってしまいます。でまあ病気に関してはもう1からまあ4のどれかっていうのがある程度分かった上で作戦を立てる必要が とにかくの膵臓がんって嫌な病気ではあるんですけれどその、まあ、一番世界で一番いい治療をやりたいと1%でもいい治療をやりたいという場合にはもう現状を認識して事実を分かった上で受けるとえより効率よくいい治療になる可能性が高いとは思いますので、まあ、ぜひ、まあ、現状を、まあ、見ていきたいと、まあ、ただです膵、ね、臓がんの現状というのは、まあ、あの実際病気になって情報を集める多くの方はむしろ家族の方が多いような気もします。 自分の病気のことを調べれば調べるほど、まあ、嫌な話ばっかり載っててだんだんこうちょっと気持ちとして読み込んでいけないかなとは思うんですね、まあ、ただあの現実としてはですね膵臓がん私二十数年になるんですけど医師になってもう昔と考えられないぐらいですねもう1.5倍っていうふうに思ってはいますけどもそれ以上の勢いで膵臓がんってあの爆発的に増えてます。 胃がんは数は少なくはないんですけど、まあ、緩やかに減ってますし肝臓がん肝臓がんもだいぶ減ってきてます、えー、まあ大腸がんですとか膵臓がん化器系のがんかなり多く占めるんですけれどもう膵臓がんはこうあの抜群にと言っていいのかどうか分かりませんけども圧倒的にすごいスピードで増えているとこれもあの、えー、っと5年生存率っていうのも他のでも見るとこうおし調べてみるともう膵臓がんだけ圧、はあ 明らかにガクンと山が下が下ってますですからあのここはものすごい大きなターゲットで、えー、まあよくしていかなければいけないまあただですねこれは食事の欧米化ですとか生活習慣の欧米化が影響している病気でして、えーまあ、逆に言うと先進国アメリカヨーロッパで多いんですねアメリカヨーロッパで多いのであのいろんな研究費ですとかそういったこうまあ仲間が多い病気ですので こう伸びるポテンシャルがあるんですね。伸びるポテンシャルがあって、伸びしろ大きいですので、えっ、ー、と、ここが、まあ、伸びていけばと。まあ、あの、ただ、もう情報はもう非常に多いと思います。いろんな情報を皆さん取っていると思うんですけれど、まあ、危ない情報も多いんですね。我々見て、これ危なっかしいなとか、これ全然違うなとかですね。もう書いてる人が、あの、間違ってるとかそういうのはあるので、まあ、情報の収集は非常に重要だと思います。で、えっ、ー、と、まあ、このスライドを数日前に作成したときに、 現状で、どの情報が、皆さん僕、僕らの目から見てですね、僕らの目から見て、この情報だと無難だなとかっていうのが、どれぐらいあるかっていうのをちょっと見て、4つ、この4つが、4つで十分情報取れるんじゃないかなと僕は思います。で、えっ、ー、と、まあ、1つ目は、がん情報ですね、がん情報。がん情報で検索すると出てきます。からもう1つは、キャンサーネットジャパン、あと、水蔵臓学会の、えっ、ー、と、診療ガイドラインの患者さん向けの解説と、 あとはすい臓がんもあの結構この会にも多くいらっしゃるかもしれませんけど患者会パンキャンのジャパンの患者会がしっかりと、えー、活動されてますのでこの4つの情報はあの僕らから見て非常にいいなと思って見ておりますでまず一つずつを簡単にご紹介いたしますが、まあ、がん情報サービスがん情報サービスは、えー、がんセンターですね国立がん研究センターが運営しています。えーあの あので,ですから情報が中立なんですねあの情報をよく読んでいるうちに気づいたらなんかあの、えー、と買い物かごにポチッと押さなきゃいけないみたいなの多いんですけどあのそんなことないんですよそんなことないっていうのがやはりいいですしすい臓がんに限ったものじゃないんですね膵臓がん以外のことも書いてます。えー、それからですね察し 冊子は僕、これいいなと思います、やはり。えっと、僕、余裕あるとき、冊子印刷して渡すようには心がけてるんですけど、えっと、まあ、もう皆さん自身で、あの、冊子を印刷して利用するのがいいかもしれませんし、まあ、僕、まだアナログ世代なのかもしれないんですけど、えっと、もうそのまま電子媒体で、まあ、持っててもいいのかもしれません。 あと、患者筆記とかですね、こう、家族ががんになった時とかですね、あの、いろんな心構えとかが書いてあって、もうこれ本当に情報がいっぱいあって、もうこれだけでも十分じゃないかなっていうふうに思うぐらい、あの、まあ、僕は好きです。あと、あの、キャンサーネットジャパンの、あの、サイトですとか、あの、情報。 まあもう皆さん今日いらっしゃってるのはこの主催者で運営されているキャンサーネットジャパンでまあいろんな幅広い活動されてますし動画配信ですとか各種あのこちらでも作成しておりますねでちょろっと見てみたんですけどこんな感じで動画ありましてな内科の古瀬先生とか外科の中郡先生とかあと名古屋千草さ,さんの家族の方が水い臓だったんですかねなんかインタビューとか載ってたりしてまあそういう点でこう何て言うんですかね 今こうい,いろんな思いになった時にこういったあの動画なんかはその気持ちの面でとかいろんな面で役に立つんだろうなというふうにあのもう思っております。それれからですねこれはねこは学会のもう 私、この前のセッションで食道がんの話したんですけど、これ食道がないんですね。診療ガイドラインはあるんですけど、診療ガイドラインを患者さんの向けに説明した解説書です。で、1800件みたいですね。あの、まあ、2015年ですから、ちょっと3年前になっちゃうのかもしれませんけど、ウェブで無料でダウンロードやってみたらできましたので、これはまあ、あの、いいかなと思いました。印刷はできなさそうでした。 で、25のクエスチョンですね。総論とか診断治療のクリニカルクエスチョンがこう解説されているので、まあ、あの、まあ、お医者さんの説明、外来で短期間だったり短時間で説明して、うん、ちょっとわかんないなとか質問してもちょっとこう、ピンとこないとか、そういう時にこういったあの冊子なんかは非常に有用だと思います。あとはパンキャンさんのあの活動っていうのはもう、もう、 まあ患者会の中でも愚の抜いてやはりあの活発だなってあの思いますのでまあ臓がんはまあこれだけ増えているのでそういった動きが多いのかもしれないんですけどやはりあのかなりの情報があってえっと充実してるなと私は感じておりますあ。ということでまああのこういった情報などをもとに頭に入れておいておきながらあの 説明を聞いて、どの病気がどうなって、自分はどうなから何をするっていうところを、まあ、あの、調べていくというのがいいと思います。でちょっとずつこうお話しますけど、まあ、まずどこにと。膵臓。膵臓って言われてもですね、もう口とか鼻とか目ではないので、えー、っと、なんかお医者さんの説明とか、いろいろ映像を見せられてもさっぱりわかんないんじゃないかなと思うんですね。それでこう、あの、これ僕二十数年前に医者になったばっかりか、学生ぐらいの時に先輩に教えてもらったんですけど、 サウ,スピッサウスポーのピッチャーになった気持ちで皆さんいてください、サウスポーのピッチャー。僕は野球はあんまりできませんけどで、サウスポーのピッチャーになったつもりで、これ、あのー、パッとお腹開けると肝臓がここにパッと目立つんですね、こう肝臓があります。胃袋があって、胃袋の裏に隠れてるんです。これ大腸です。ここにあるんですで。サウスポーのピッチャーになった気持ちって何かというと、サウスポーのピッチャーがこう球を投げて投げ、ね、投げ終わった時投げ終わった時に、こんな感じになるんですね。 投げ終わってこんな感じになってこうそんな感じにあるんです、僕の、ね、この,の,この拳が頭でこっちが体でこっちが肘までですねこれが水蔵臓の位置だと思ってください。で,、えー、っとですからピッチャーが投げ終わって、えー、ここが左手の拳でここが肘みたいな。 こんな感じに膵臓って横たわってます。胃袋の後ろにあるんです。で、あの、胃袋の後ろだからなんか胃が痛いなって感じるかもしれませんし、えー、そういった症状が出ますけれど、それが膵臓です。で、ここの十二指腸ってところにガブッと頭がかぶりついてるんですね。でですね、また、あまあ、別の説明も受けたんですね、学生、学生だったと思うんですけど、あの、 オタマジャクシが十二章に噛みついた感じなんだぞとかっていう、浜本って言われたんですけど、まあなんかピンとこないっちゃピンとこないんでこんな感じなんですね。ガブッとかぶりつくと、こう、頭と体とおっぽなんです。まあ、まあ、頭部とか体部とかビ部とかですね、我々、えー、説明いたしますが、なんかピンとこないなと思ったら、あの、十二章にガブッと、あの、マジャクシゃがかぶりついた感じだと思ってください。こんな映像も見せられたかもしれません。こんな映像。 これわかりますかねこれ、この映像を立て、大抵、あの、まあ、よく、その、別のお医者さんの話に同席することあるんですけど、こういう映像をものすごいスピードでみんなバーッと見せて、患者さん全然わかんないだろうなと思いながら見るんですけど、これ、膵臓わかりますかねこの真っ黒なのは実はじゅ、あの、内視鏡です。膵臓はこれですね。これ、水管っていうところです。膵臓の中を走ってる水管です。まあ、だからここが頭部で、体部で、微部です。 これが単管で、ここに肝臓があります。まあ、おたま着しがこう、ぽろぽろっとなってるのかもしれませんね。まあ、そういうのでイメージできるといいかもしれません。まあ、こんな感じなんですね。胃袋があるからちょっとわかりづらいですけど、胃袋をぽっと避けてみると、膵臓が現れて、十二小度のとこに、キュッとこう、独特の形ですよね。独特の形でついています。だからこれ、あの、CT とかで見せられても、皆さんなんか、 などれが膵臓なんですかとかどれががんなんですかとか先生大きさどうなんですかっていうのはとても分かりづらいと思いますし実は膵臓は特に膵臓がんは大きさとか形は僕らが見ても分かりづらい時が結構あります。だということで、まあ膵臓なんかへ,へ,だへだと思っていいと思いますがっていうかですねこれへだと思ってっていうのは。 わかりますかねこれだと思っててわかんないですよね。このへ,へなんです。膵臓へです皆さん。膵臓へです。で CT を見せられるときに膵臓へだと思ってください。へと思うかもしれないですね。これわかりますかこの膵臓。膵臓へなんです。CT で見るときにはへです。でもですねこれね綺麗にピタッとへんへのところにえー、っとこう輪切りにしたときになったからへなんですよ。えー、でもですね膵臓はちょうどこの真ん中にへがあるんですね。 こ,こ肝臓で前に胃袋があって後ろにこうまあ背骨があるとこんな感じに膵臓が横たわっています。というのを少し知っているとまあ映像をいっぱい見せられたときにあこの辺りかなと思うかもしれないのでまあちょっとお話ししました。でですねこうイメージしますと膵い臓大体分かりますよねこうおたま着地っていうかピッチャーが投げ終わったっていうかへっていうか感じです。でえっと場所によってやっぱり違いがあります。ここにできた場合 ここにできるとですね、これはおっぽの方です。水微部です。水微部にできても症状あんま出ないんですね。症状出ないんで、相当悪くなってから見つかるっていうケースが多めです。多めです。しょうがないんです、それは。こっち。こっちに出るとですね、やっぱりあの、いっぱいいろんなものあります。動脈とか血管もあります。十二指腸もありますし、こう、胆管もあって肝臓から、えー、胆汁っていうのが出てきますので、 まあ水頭部がんですよとか水尾部がんですよっていった時にはこういった違いがまあ実はまあ,あるといえばありますそれから何ができたかとでえっ、ー、と膵い臓っていうのは実はですねかなり役に立っているんです、えー、消化酵素を作っています消化酵素を作っていますね消化酵素を作る細胞のがん のことを新純性膵管癌といって、これが全体の9割で、皆さんが一般的にイメージしている膵臓癌は、ま、まさにこれです。で、えっと、それ以外、実は外分泌もあるんですけど、内分泌も出してるんです。ホルモンを作ってるんですね。インスリンとかガストリンといった消化性のホルモンですとか、血糖値を上げたり、下げたりするホルモンを出しています。で、こっちの系統でできるのは、ま、例のスティーブ・ジョブさんたちのなったあの病気で、これはですね、全然スピード違うんです。ものすごいゆっくりです。 でだからですね、まあ、僕も何人も患者さんいらっしゃいますが、えー、と膵臓がんって言われて、もう余命短いって言われたんですけど、3年経っても4年経っても全然元気なんですけどっていう患者さんの多くに、この病気がいます。この病気がいるので、別の病気なんです、全く別の病気なので、注意が必要です。で今日はもう主にもう完全にもう、いわゆる浸潤性膵管がんのお話をいたします。まあ、ステージですね、どのくらいか、ステージ、ステージ、やっぱり重要なんです。 でステージ重要ですけど、これは膵臓学会のステージ。これが UICC といって,言ってです、ね、国際的なステージです。2つあるんです、ステージは2つあります。まあ、多くのがんがステージが2つとか3つあります。えーまあ、2種類とかっていう言い方ですかね。でまあ、もう一回戻しますが、このステージとこのステージです。どっちでお話ししているかは、その病院の施設の、まあ、ポリシーとかいろいろによって違います。 どっちがいいのかっていうとですね、これはですね、どっちでもいいです。どちらでもいいです。もうとにかくステージはステージで、まあ、あの、その先生が言うステージを、まあ、場合によっては信じるしかないでしょうし、えっ、ー、と、どちらのステージを使っても構わないんですけど、大事なのはステージ。えー、大事と言いましたけど、あの、ここのポイントです。この3つ。もうステージが、あの、1から4までありますけど、この3つのどれかっていうことが、まあ、ポイントです。えっ、ー、と、左から行くと、切れる。 手術で治す、治せるとか、手術できると。あと、手術できないか。手術できない中でも、遠隔転移、肺とか骨とか肝臓とか、いろんなところに転移があるかないか。えー、この3つが大事です。まあ、ステージっていうのは大事なんですけど、この3つがポイントです。ちょっと1つだけ、最近このボーダーライン、えー、ここの、ここがギリギリのやつがちょっとありますので、まあ、3つか4つかあのですね。 えー、ここが重要です。で、具体的に、あの手術するかしないかと、ですね、その手術できないケースってやっぱり多いんですけど、2種類あるんですね。1つは、この水蔵臓がんがとっても大きくて、周りの血管とか、こう、胆管とかですね、そういったところにガツッとかみついちゃってる場合、これはですね、えー、取れるところしか取れないというか、取れないんですね、これ、ぜあの取りきれないときがあるんですね。 取り切れない時があるので、これを局所進行と言っています。だからもう、あの、肝臓とか肺とかいろんなところに散らばっている時これは、あの、手術が、まあ、できないと。そういった違いで、まあ、ステージっていうのを主に我々は分けて考えています。ですから、必ずしもステージの1とか2とか3という数字が重要というよりは、自分の、自分たちの病気、自分たちが、あの、相手にしている病気がどの状態なのかっていうのをまあ知る必要があるんです。 まあですから、どちらの、その、膵臓学会のステージとか、国際的なステージの、どちらを使っても構わないんですけど、まあ、実際に今、手術ができるのかできないのか、転移があるのかないのか、そこが重要です。ですから、あの、これがステージ別の治療方針です。まあ、数字ありますけど、結局、これで、どれなのかっていうことになるんですね。どれなのかっていうことになる。で、これ、頻度で言うと、切除可能な膵臓がんって、 全体10とすると2。こんな感じなんです、水臓がんこれが現実です。これはですね、なんとも言えない感じですね。ただですね、皆さん、病気の話を聞いて、手術ができないですって聞いたときに、なんでと思うと思うんですよね。なんでと思うと思うんですけど、それが水臓がんって病気なんです。だから、に、鈍かったわけでもないですし、その、検診を怠ってたとかっていうよりは、 膵臓がんって病気は大部分が手術ができない状況で見つかる病気なので、そう思ってくださいというかですね、そう,そういう病気なんです。まあ、まあある意味典型的な膵臓がんなので、あの、それに対する治療を僕らは考えてるんだと。でですね、この2と8も、ちょっと分けると、2? 3と5なんですね、3と5。 いやつまりですね、半分がすでに病気が広がった状況で見つかるので、あの、広がった状況ですよって言われたときに、いや、もう、すいがんと言って、皆さんが、いや、僕らをも認識する水蔵臓んというのは、まあ、そういう病気です。もちろんそうじゃない場合もありますが、あの、大部分が、あの、そういった状況で見つかるということになります。で、まずステージ4の方からちょっと始めていきたいと思います。 このステージ4ですねあの手術はできないと転移があると転移があるので手術ができないというか手術ここに膵臓がんがありますで肺に転移したりしていますそれからこう肺に転移とか肝臓ですね肝臓こういったところ腹膜とか骨に転移したりですねそれからこう頭脳に転移したりとかいろんなところに転移していくと、まあ、これがステージ4とでステージ4 手術がができなくて転移があるともうちょっと嫌な言い方になっちゃうかもしれないですけどもうやっぱ全身に広がりつつあるえっとよくこうお話の中で肝臓に3個ありましたと肝臓に3個ありました、まあ、あるいはですね34個ありますみたいな話を僕らすることあるんですけど患者さんにとってはこの3個とか2センチってすごい数字と重みは大きいんですけど実は3個だけじゃなくて3個あったらまあ4個あるだろうとかもう えっと、もういやつまりです、ね、もう広がりつつあるのでそこだけにあるのは、まあ、代表的なもので CT やあのいろんな映像で映っていないところにも絶対隠れているものだと思って治療しないと後手になるんですね。 まあ、ある意味、先手必勝って言っていいのかどうか分かりませんけど、膵臓に癌が,があるからといって、膵臓に重粒子線当てたら、膵臓のが,んがあが良くなるというふうに思ってしまうかもしれませんけれど、その治療をしている間に他の病気の、他の転移が悪さすることがあるので、まあ、ある意味、先手必勝。もう、あの、全部の治療を同時にスタートするという作戦を、まあ、取りたいというのがステージ4の膵臓癌です。はてなってしたのは、まあ、あの、まあ、先手必勝で勝負をかける場合もあれば、 無理しししないって場合もあるので一応はてなにしましたでステージ4の治療法っていうのは、まあ、ある意味治せるわけではないので、まあ、共存を狙っていくとでいろんなところに広がっているので手術という方法を取ることもあるんです手術をすることもあるんですけれどあのただですね手術の意味としては完全摘出できないんですね。 取れないのに、その、す臓のガンだけ取って、他の病気が、もう1ヶ月後、2ヶ月、そのままでなってしまうと、結局、後手に回りますので、えっ、ー、と、まあ、だから手術しないんです。で、オプションとしては、バイパス手術って言ってですね、あの、バイパスだけ作って、手術っていう場合はあります。それから、放射線治療。これは、陽子線とか重粒子線でも構いません。これは、あの、いい治療ではあるんですけど、えー、ただ、全身、 的な効果ではないんですね。全身に放射線を当てるってわけにはいきませんので、ええー、まあ、役には立ちます。例えば、骨。骨に病気が、膵臓がんが転移している。痛い。時には役に立ちますし、脳に転移して麻痺が出てしまった。その時に放射線治療が効果的になることはありますので、ええー、 まあ、いい治療ですけれども、えー、そこは十分分けて考える必要があって、まあ、一応二重丸にしたのは、まあ一つは抗がん剤。最近いろんなのがあります。フォルフィリノックスっていうのをもしかしたら聞いたことがあるかもしれません。えー、それからゲムシタビンとナブパクリタキセル。ナブパクリタキセルってちょっと、あの、下患者いそうなんですけど、アブラキサンっていうとよく書かかりやすいと思います。アブラキサン。アブラキサンというのは商品名ですね。えー、こんな組み合わせや、 飲み薬の TS1 とかですね、分子標的,標的薬のエルロチニブという薬剤もあります。まあ、ただ、あの、先ほどもちょっとお話し,しましたけど、まあ、もうステージ4の膵臓んだからといって徹底的にこう攻撃して病気を叩き潰すという考えもありますけれども、叩き潰せないといえば叩き潰せませんので、あの抗がん剤治療を無理しないという考えは当然あります。 当然ああありりままますすすのののでそそこはその状況に応じてて、えー、考えいいいく必要があると思います、まあ、ただあのいろんなのありますねあの高額な免疫療法みたいな民間療法だったりあとは極端な食事療法でねあの塩分控えてもうあのそれで入院しちゃう方とかもいらっしゃいますしその、まあ、あんまり極端なことは僕は勧めてはいないんですけど楽しみながらやれる程度だったらいいと思うんですけど、まあ、いろんなオプションをそ,のそれぞれの方があの応じてやっていくと。 抗がん剤、ステージ4抗がん剤とお話ししましたけれども、まあ、あの抗がん剤はやっぱりこあの抗剤がありますね、あのいい面とあれば悪い面もあって、まあ、むしろあの悪い面の方が知られてるのかなとは思いますが、えー、まあ利点はやはり、ですね、点滴とか飲み薬なので、全身に効果的なんですね、まあ、だから先,あの先,手に先回りできる。 あの見えてないところにある病気に対しても攻撃できていることになっているんですねで病気はそれなりにちっちゃくなります最近の新しいあの薬のコンビでそれなりに小さくできるようになってきてますで病気がちっちゃくなると痛みが和らぎますし、うん、まあある意味やっぱ長生きできるチャンスが増えてくると病気が大きくなると痛みが出てくる、まあ、ですから直接的な痛み止めではないんですけれど間接的には やっぱりあの病気で嫌な思いしないためのこう痛み止めになってくれるそれがす膵臓がんにおける抗がん剤のまあ一つのポイントなんですけど、まあ、欠点はいっぱいありますねもう欠点としては完治治せるかっていうとやっぱり膵臓がんを薬で、えー、と治せるとは言えないですねあのもう完全にすごく効いたように見えてもまたやっぱ出てくるっていうことが多いので、まあ、ですからここの あの欠点をやはり無理しないっていう選択肢は出ますそれからまあ効果が一時的っていうのはもう劇的に効くケースがあるんですよ劇的に効くケースがあるんですけど劇的に効いてこれでいけるかなと思うとやっぱりあの時間が経つとまた出てくるで効かなくなるで効かなくなった薬をやっぱり だらだらと続けるのはあまり良くはないので、まあ、そこはどうするかを考えていく必要がありますしやっぱ副作用ですね副作用はあの基本は安全にできる治療で、まあ、我々計画しますけれど、まあ、時には致命的になることもありますので、まあ、薬の量を減らすとかスケジュールを変えるとか、まあ、場合によっては中止するとかその辺の,、まあ、あの駆け引きと言いますかあの戦略が必要なんです,、まあ、ですからいい点と悪い点もあるんですけれども。 いい点点と悪い点のバランスが大事ですでバランスが大事っていうのはもう膵臓がん皆様あのもうイメージ通りなんですねいろいろ嫌なことが起こる病気なんです、まあ、例えばですね先ほど言いましたここに膵臓がんがあります食べ物はこうやって流れていって排便してになっていきますが、まあ、普通に食べているのが食べられなくなるとこの病気が大きくなって食べられなくなると、えー、結局こうギぼボッと吐いてしまうとかですね、うん 超閉塞気味になっってしまったりそれからですねこの膵臓がんが先ほど言いましたけど胆管胆管っていうのはですね肝臓から胆汁っていうのを作ってここからこの水液と一緒に流れ込んでここで食べ物を消化しますで消化しますけどここの膵臓がんが悪くなるとこれが逆流してしまうと横断になっていきます、えー、横断になって体がかゆいとかですねでこういった膵い臓がんが、えーまあ、お腹の中散らばって腹水がたまってしまうとかこの ちょうどここにですね、あのだかなりこう神経があのいっぱい集まっているエリアがあるんですね。そこに病気が広がっていくと、やっぱり痛い。痛くてこう,うずくまるような感じになるとか、体を伸ばせないとかですね。そういう症状が出るので、この症状が病気が大きくなると出ることが分かっているので、まあ、治療の効果と副作用も分かるんですけれど、まあ、あの薬が効いてよくなれば、えー、症状が和らげることが期待できるので、まあ 抗がん剤を考える。で抗がん剤の副作用の,その特徴は、薬をやめるとだんだん良くなってくる。で、癌は、えー、時間が経つと悪くなる。ですから、あの、そこのバランスとか、あのスピードの、えー、ギャップを利用して、まあ、治療していくということになります。ちなみに薬は病気が小さい方が効きます。もう完全に大きくなった後だと、ちょっと歯が立たないことあるので、まあ、症状が出るまで我慢しようかなと思っていると、 治療のチャンスがなくなってしまうという特徴があります。であと、どの抗がん剤が多いか、いっぱい最近あって、話が分かりづらいかもしれませんが、4つぐらいちょっとご用意しました。大体この4つを押さえているといいと思います。フォルフィリノックスっていう、ちょっと舌を噛みそうな変な名前なののがあります。これはフランスの先生が考え出した方法です。それからゲムシタビンとナブパクリタキセル。これ、アブラキサンって薬です。それからですね、 ゲムシタビンだけ、あるいは TS1 だけ。だから、まあ、小畜梅で言うと、まあ、小畜梅って感じなんですね。強めの治療、ちょっと強めで弱めの治療。あと、特殊な治療としては、エルロチニブっていう薬があります。最近ほとんど使うことないので、あまり今日お話ししませんが、これも飲み薬ですね。これ飲み薬で、分子標的薬って言われる類のお薬です。で、 まあ、あの、もうちょっと別の考え方で言うと、フォルフィリノックスはトリプル。抗がん剤が3つ使います。このゲムシタビンとナブパクリタクセルは、まあ、ご存知、もう見てわかる通りダブル。で、このゲムシタビン単独とか TS1 ではシングル。この、この3つなんですね。3つ薬使うか、2つ薬使うか、まあ、1つ薬使うかという感じで、えっ、ー、と、治療の使い分けというか選択をしてますし、もうざっくりとしたイメージはこんな感じです。治療の効果も副作用も、やっぱり A が、 <laughs> A が強めで B がその次ぐらいでこのシングルでいくとだいぶ楽と、えー、ただ楽は楽なんですけど効かなくなるのがすぐなのでちょっと、あのー、キレが悪いとそんな感じになりますそれでちょっと一つずつ簡単にいきますとフォルフィリノックスはフランス育ちのトリプルレジメン実は2つの薬は日本製なんですね 日本で生まれて、えー、フランスで育ったみたいなそんな感じの薬でちょっとここはあのー、悔しいとこですねでただですね結構大変なんですこれ初めて登場した時はみんなびっくりしましたびっくりしたっていうのは点滴、まあ、をやって自宅で46時間の点滴埋め込みしますがこのイリノテカンとオキサイルプラチンっていうのは両方使うっていうのはちょっときついかなとでこのフォルフィリノックスっていう名前の由来はこれあのー のですねこれはロイコボリンという4トって言うんですけど4トと 5FU とイリノテカンとオキサリプラチンをこう足し合わせてフォルフィリノックスっていう名前になってます。で主な副作用は髪の毛が剥げてしびれが出ますで下痢や食欲不振ですとか白血球が下がるなどなどの副作用があるんですね。 で、このスケジュールこんな感じなんです。結構大変なんです。2時間点滴して、その後も2時間かけて点滴をした上で、5FU っていうのを丸2日間かけて、ここで自宅で針を抜くっていうのを2週間ごとに繰り返すという治療なんで、ちょっとこれは私には無理だなっていう患者さんなんかも、やっぱりいらっしゃるのも事実なんですけど、まあ、ただこの 5FU 持続の46時間っていうのが、まあ、ある意味味ソで、えー、ゆっくり抗がん剤が入るので、 まあ、あの安全性が高いっていうこととゆっくり入るので薬がいっぱい入るんですねでこのフ5 h フュっという薬の味噌はこのオキサルプラチンとの相性がとってもいいんですであの有名なのは実はフォルフォックスっていう名前が昔有名でしたフォルフォックスっていう名前だったんですねこれはこの2つでいくとフォルフィリっていう名前だったんですね フォルフィリもフォルフォックスも大腸がんでとっても有名だったんですけどそれが合体したのがフォルフィリノックスなんで、まあ、登場した当時はもう本当にこの膵臓のがんに対してこれいくのかっていうことで、まあ、衝撃だったんですけどやっぱ力があるんですね、まあ、ただちょっと工夫が必要ですこんなチューブを体の中に埋め込むんですね埋め込んで針をと刺すんですねで抜いた後はもう皮膚がかぶっているので、えー、普通にお風呂入ったりできるようになると でまあ、これはもうヨーロッパではこの方法かなりあのもう盛んに用いられていますでまあ本邦でも僕らもそうですけどもうあの、まあ、大腸がんの頃からずっとやってたのでもうかれこれ10年以上こういった中心静脈リザーバーっていうのを使って治療する経験増えてますので基本は安全にできますでこれがもう2011年なんでちょっと前なんですけど、まあ、当時のスタンダード 当時のスタンダードはゲームシタビン単独だったんです。ずっと10年以上これが、これに勝てなかったんです。もう2つ使っても3つ使ってもこれに全然勝てなかったのが、このフォルフィリノックスがダブルスコアで、えー、ゲームシビンに勝ったと、えー。ダブルスコア、まあ、おおむね2倍ですね。2倍。えー、と、まあ、正確に言うと1.75倍ぐらいなんですけど、この差を出たときには、まあ、あのまあ、世界的に衝撃が走りました。 で次のダブルのレジュメンは、これはです、ね、点滴の埋め込みが不要です。で外来であのすぐスタートしやすい。残念ながら、これも実は髪の毛が剥げてしまいますし、しびれも出るんですね。実はそこはあのフォルフィリノックスとかぶります。白血球とか血小板が下がるとか、ちょっと変な肺炎が出るとか、足がむくんでしまうとかといった副作用が、まあ、あるんですけど、先ほどの治療に比べればスケジュールがこう1週間ごとの点滴して、3回やったら1回休みを繰り返すと。 な感じなんですね。まあ、だから、外来でご相談した上でスタートするのに比較的容易で、まあ、これも、えっと、そのフォルフィリノックスの結果が出た数年後にゲムシタビンに勝ったんですね。勝ったんです。で、えっ、ー、と、これはダブルスコアとまではいかなくて、1.5倍というか1.4倍ぐらい勝ったんです。まあ、だから、まあ、おそらくフォルフィリノックスの方が強くていい治療、強く強い治療。副作用も多めだけど強い治療と。 で、この C の単独でいった場合、やっぱ効果が弱いと。効果が弱くて、まあ、ただ、あの、比較的、スタートは容易にできるんですけど、有害事象、副作用は、まあ、まあ、軽めといえば軽めです。で、剥げないですし、痺れないっていう、これは多分メリットだと思います。多分メリットだと思いますので、えー、例えばもう、同じですね。もう、まあ、毎週やって、3週やって、1週休みの繰り返し。 ですし飲み薬でいくっていう手もありますので4週飲んで2週休みを繰り返すっていうパターンやちょっとご年配の方なんかだと2週飲んで1週休みっていうパターンもあって、まあ、外来でスタートするのには比較的容易な治療方法だと思います、まあ、だからどれでいくかということになりますけど、まあ、ただですね、まあ、いろいろなパターンありますちょっと実はこっそり1個増や2個増やしましたけど、まあ、あのフォルフォックスとかフォルフィリこれは実は薬を1個ずつ抜いてるとこれになるんですね もともとこのフォルフォックスとフォルフィリっていうのが有名でそれが合体したのがフォルフィリノックスなんですねで、まあ、この A と B と C でどれ行くかなと、まあ、いきなり言われてもちょっともうなんかわかんないかもしれませんで、えー、とただあの僕らの中ではこの A と B と C どれで行くかっていう中には、まあ、A でスタートして効かなくなったら B に行くっていうパターンですとか、まあ、逆もあります B でスタートして A に行くと B でスタートして A に行くっていうパターンもありますただ B, にスタ B でスタートして A っていうのはちょっとやっぱりフォルフィリノックスしんどいんで えと僕の場合は割合 B でスタートして A の1、えーと、B でスタートしたけどフォルフォックスでいくとか、ですねフォルフィリにするとか、ですねやっぱりあのちょっとあのそこはあの担当医の好みとかありますけど、やっぱりです、ね、あの一番、えー、と強い治療は一番初めにはいけるんですけど、2番手、3番手になるとやっぱり、患者さんしんどいので、その辺配慮しながら考えてます。 で、ごめんなさい。で、あとパターン C はもう C の方ですね。ゲームタビンで行ってから TS1 に行くとか、そんな考えもあります。えっ、ー、と、別もあるんですね。TS1 で行ってからこっち行くとかも中にはあります。だから病気のスピード感見た上で、えっ、ー、と、この辺を上手にあの担当医と相談していくのが、まあいいんだと思いますが、割と難しいですね。でこれはの相場感として、えー、あの、どんな感じか、えー、専門施設でどんな感じかやってるっていうアンケートが いいただいただのでご紹介しますが、えーと、全体100とすると、大体フォルフィリノックスで行く患者さん2割ぐらい、7割がこのゲムシタビンとナブパクリタキセル、アブラキさんと、であとそれ以外という感じですので、まああの、若くて元気で調子がいい場合には、あの強みの治療を考えるという感じの,あの、まあ、選択を一般的にはされております。あと、いつまで続けるか。もうあの 痺れたり剥げたりとかを2週間ごとに繰り返していくっていうのは非常にしんどいと思うんですね。で、やり方は、まあ、あの、もう経験される方もいらっしゃるかもしれませんけど、まず基本は抗がん剤やるときは血液検査します。血液検査して治療ができるかできないかを見ます。で、あとはですね、定期的な評価。これ必ずしてくださいというか、あの、してるはずです。えっ、ー、と、もう CT は2ヶ月ごとぐらい。えー、血液検査で腫瘍マーカーを毎月調べます。 で、えー、まあポリシーとしては、効かなくなるまでは続ける。効かなくなるまず続ける。効いてなければ中止する。ちょっとわかりづらいですね。効かなくなるまで続けると。で、2ヶ月経って大きさが同じだった場合は、2ヶ月経つと普通は大きくなるのが、同じ大きさっていうのは、あの、効いてないわけじゃないんです。効いてる可能性があるので、基本は続けます。基本続けます。で、ただですね、 測り方難しいんですね。だから CT レポートをもらう患者さんたちもいらっしゃると思いますし、私は割と渡しちゃうんですけど、なんかあの大きくなっているって書かれたりするんですけど、大きくなっているかがちょっと測りづらいので、あのもう決定だ総合的な判断にしています。いろんな症状とか腫瘍マーカーとか大きさ、これをあの総合的に判断して続けるかどうかを決めますし、あとはですね、まあ、そうは言っても副作用でもしんどいのにずっと続けるってわけにはいきませんので、 まあ例えば薬、痺れがひどい場合は痺れの薬を休むとか、えー、それぞれの薬の特徴があるので、それぞれの薬をちょっと減らして続けるとか、そういうのを考えたり、まあ、していくという感じになります。まあコツがあるのかどうか実はわかりませんけど、やっぱなんとなくスタートしない方がいいかなと思います。なんとなくスタートするとちょっとやっぱり一回でやめたくなっちゃうので、スタートするときはそれなりの話し合いと、まあ スタートしたからにはやっぱり、まあ、2回、3回、4回、あの最初の CT 取るときまではちょっと続けたいなと思いますので、1回やってやめようと思うんだったらちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、あの周りの状況とかですね、構築した上でスタートができればいいんですけど、それからあとはいろいろごちゃごちゃやると、かえって何が良くて何が悪いか分かんなくなりますので、まあこの 抗がん剤とこれを使うととってもなんか副作用が減るみたいだよとかっていう情報が結構出るかもしれませんけどそんなにいいものがあるわけでもないですしたまに肝臓がやられちゃう場合とかあるのであの健康食品なんかで注意しなければいけないものもありますあとはだらだら続けないって言い方がいいかどうかわかりませんけど効かなくなってたらやっぱりそこは続けちゃいけないですねあとは体調が不良な時とかですねいろいろありますのでまあ,あのそんなのが一つのポイントになるような気もします でえー、っとちょっといっぱい作りすぎちゃったんですけどこの3、5の3と5のところの5の方の話したんですけどあとはあのこの3割ぐらいいるここですね転移はないけれど、えー、切れないと転移はないけど切れないと転移がなくて膵臓にだけがんがあるとで周りの血管なんかに浸潤していてただですねこの場合も大体4分の1ぐらいの患者さんは実は肝臓にもうすでに転移しているということが。 多いですあのまああります。なので、あのまあ、無理な治療は禁物なんですけど、まあ、あの2つの考えがあります。抗がん剤だけでいくっていう考えと、抗がん剤と放射線を同時にやるっていう考えの2つの考えがあります。どっちがいいかっていうのはですね、決着がついてません。僕はどちらかというと、抗がん剤だけやる派ですかね。えー、世界的にはこんな感じです。<laughs> アメリカは抗がん剤と放射線一緒にやります。 ヨーロッパはどちらかというと放射線治療この対象に対するこの患者さんたちに対する放射線治療は否定的ですあと実はですねスパンとわからないんですね切れるか切れないかっていうのはちょっと悩ましいケースがあると悩ましいケースがあって悩ましいケースに何がやるかとここはあの今非常に、えー、まあある意味トピックといいますか、えー、強めでいって切れるようになったら切る。 そういった考えが出てきてますので、その施設の方針に従ってやっていくのがいいかなと思います。であの先ほどのガイドラインの解説、患者さん向けの解説にもこんな話が出てますという解説がかなり詳しく出てますので、ご興味ある方ご覧になるといいと思います。で、誰が聞くかですね、誰が聞くか、これが分かればもう一番なんですね、聞く人に治療するんです。でもちょっと分かるんです、実は。ちょっと分かります。ちょっと分かるんですね。これ これはですね、あんまり面白くないです、これ <laughs>。面白くないというか、うまく話せないんですけど。元気な人ですね。やっぱりですね、膵臓がんで元気な人じゃないとやっぱりしんどいんですよね。あの、結果もあんまり良くないんですね。だからですね、これあの、専門的に言うとこう、PS とかパフォーマンスステータスって言うんですけど、もう全く元気で問題ないとかですね。まあ、多少制限あるけど問題ない。で、だいぶ問題があると。 でですね、一般的にはもうロと1。とにかくやっぱ元気で食べれて元気な人が、まあ、望ましいということになります。でですね、ちょっと時間が来てしまったんで、あともう手術できる方。もうこれはもう何もあまり深く考えないで、上手な先生に手術してもらってください。上手な先生に手術してもらって、ただ上手な先生の手術に抗がん剤を追加するとより結果がいいです。 6ヶ月間の抗がん剤が推奨されまして、日本では TS1 というのを使います。で、えー、こんなに差が出たんですね。これは本当にびっくりなんですけど、これちょっとびっくりなのは、昔5年生存率って、なんか、この辺だったんですよ。10%とか5%だったのが、ゲムシタビンという薬で20%になってびっくりしたんですけど、TS1 でさらに倍になって、これはちょっとですね、バイアスといって、えー、っと、紛れてる可能性があるんですけれど、まあ、 良くなってます。あとはちょっと駆け足で、新しい治療なんかも出てます。いっぱい検討されておりまして、肝細胞っていうのを攻撃する治療ですとか、いろんな、えー、免疫療法なんかも盛んに検討されておりまして、ただ、水臓癌あんまりうまくいかないんですね。ただ、水臓癌の中でも効,効果的な免疫、水臓癌だけど免疫チェックポイント阻害剤が効く水臓癌もどうもあります。 で、こういった研究いろいろされていて、プレシジョンメディシン、私たちあの、かなり、えー、盛んにやってますが、ゲノム診療ですね。まあ、肺がんがうまくいってます。膵臓がんもいろんな研究をもとに、サブタイプを調べて、やっつけようと試みておりますので、まあ、いろんな施設でそういうお話あると思いますので、えま、ー、ぁ、まあまあ、一つのヒントになります。ただですね、 あの、いい薬が当たる患者さんはかなり少数派です。かなり少数派です。で、自費で、あのな、70万とか80万とか100万とかをかけて治療していきますので、まあ、そこは、まあ、い,い、あの、期待が大きすぎると、 えー、がっかりしちゃう結果になってしまうので、まあ、まだこれからだと思っていただければと思います。まあ、あの、最後ですけど、水臓がんの治療、本当にあの改善中というか、あの、良くなってきてます。あの、すごい、あの、重い病気なんですけど、とっても良くなってきてますので、まあ、ぜひともこれから、まあ、まださらに、あの、まあ、ある意味仲間が多いですので、えっ、ー、と、ノイズも多いんですけど、まあ、頑張って治療を続けていけるようになればと思います。どうもありがとうございました。 山本先生ありがとうございました、えっと、今日はあのお薬のお話を中心にあのしていただいたんですけれども手術の質問もいくつか来ておりまして、えっとまあ、先生先ほどあの、まあ、1人目の方は手術を進められているけれども、まあ、難易度の高い手術ということで、まあ、手術の必要性及び手術する。 場合どう考えたらいいのかということと、まあ、どういう病院であの受けたらいいのかということで来ておりますがそうです、ね、あのやはりハイボリュームセンターっていう言い方しますけど膵臓がんの治療の件数が多い施設でやるのがいいと思います、えー、それから難易度の高い手術なんですけどやはりあの以前に比べてあの一定の安全性に関しては向上していますで なおかつ、手術できるっていうことですね。手術できないのに手術はしない方がいいです。あの、お医者さ,さんが手術したいけど、実は取り切れないというのだったら困りますので、あの、もう先ほどの2割のところに入っているので、えっ、ー、と、手術ができる状況で体力的に問題なければ、ぜひ手術をしていただくのが僕はいいと思います。やはりあの、この病気を、ま、全部そうですけど、癌は全部そうなんですけど、まず第一に考えるのは、治せるか治せないかなんです。 治せるときにはどれだけきれいに治せるかなんですけど膵臓がんの場合で手術できるっていうのはかなりマイノリティに入るんですけれど手術をしてその後の抗がん剤でだいぶ治療成績上がってますのでもしそういうチャンスがあって担当の先生がしかるべきこうあの経験豊富な場合には、まあ、あのチャレンジするのがいいと思いますあとはの切除、えー、可能切除不可能の基準っていうのは病院間です。 差差ががあああるるるのかという質問も来てるんですがです、ね、差がある可能性はあり得ますちょっとこれは具体的なデータがないんで分かりませんけれども僕はいくつかの施設を経験しているので差はあるなとは感じますけどおおむね大体一致するとは思います。で経験が豊富であればあるほどやっぱりあの,なんの無茶しませんので無茶しなくて、まあ、できない時には無茶しませんしあのそういう意味では。 あのハイボリュームセンターっていいますけど一定の経験数のある施設で治療を受ければあ,のある程度品質,品質というかあの質は保たれるということになると思いますあの、まあ、先生2期以降はもうできるだけ早くっていうことだったのであまりこのセカンドオピニオンを取るよりはそういったハイボリュームセンターに最初から行く。 うそれが理想的ですけど、まあ、でもセカンドオピーニオンは、またそれはそれで非常に重要だと思います。あの手術はとっても上手だけど、あのあのお話が苦手な先生とかやっぱりいて、あのー、やっぱり客観的なお話は上手だけど、そうじゃない場合もありえるのかもしれませんけど、まあ、でもやっぱりあの、<laughs> いろんな意見、時間的な余裕があれば聞くといいと思います。はい、じゃあそうい だ、まあ、あの、ちょっと急ぐ患者さんでも、まあ、セカンドオピニオンを取って、まあ、納得のいく治療を受けるいう。そうですね。やはり、あの、なんとなくスタートっていうよりやっぱり納得して、えっと、もう決めたらもう任せるっていうのがいいんじゃないかと思います。で、あの、私、今、あの、先生がご紹介されておりました、パンキャンジャパンさんのホームページを見てみました。 あの、今ちょっと iPad で出してみたんですけれども、こちらの方に、えぇ、水臓癌専門病院一覧ということで、先生がおっしゃったように、あの、症例数が多い病院、そこがあの、全部一覧で出ております。それから、え内科的な治療に関しても、えっとですね。内科的、 内科的治療に関しても、えっ、ー、と、日本臨床腫瘍学会認定施設ということで、まあ、こちらの専門医の名簿を、あの、ご参照くださいということで、まあ、ここにあの、病院選びとか医師選びの情報が出ているので、まあ、こうしたものもご参考にしていただければと思います。では、あの、次の質問に、え、行っていた。先生、これまたちょっと手術の、えー、 質問が来てるんですが、あの、膵臓がんになったら部分切除をするより臓器を全部全摘した方が良いのかと。で、全摘した場合は、あの、部分切除より QOL が下がるんでしょうか。あとは予後の面からはどうでしょうかっていう質問が来てるんですが。すい臓全摘っていうのは、やっぱり特殊ですね。あのあ、どこにあるかなんですね。普通は、あの、頭を残すか、後ろを残すか、どっちか残します。 ただ、それがもう全領域にまたがっている場合には、水い臓全部取らなきゃいけない場合はありえますけど、ただ、ホルモンも出なくなりますし、ですから、インスリンを打った生活になっちゃう、糖尿病になっちゃうんですね。ということになるので、そこは場所によって変わると。で、ただ、その膵臓の担当の外科のドクターが経験豊富であれば、 一番いい方法を選んでくれるはずです無駄にと無駄に切りまくらないとは思いますのでちょっとケースバイケースだと思いますけどわ、はい、かりました、えっと、あと抗がん剤に関して、まあ、副作用がつらくて途中でやめるとどんなデメリットがあるのかつら、えー、くても途中でやめない時もあるんですかっていう、まあ、副作用そうですねつら<う>い時にはやめたくなっちゃうんですけれども えっとあとはですねあの A でスタートしたけどやっぱり辛いめなので、まあ、B とか C の方に、まあ、行くとかちょっと減らしていくっていう方法なんかはありえます。でやめるとデメリットはなくはないでしょうね抗がん剤のメリットがキャンセルされちゃうかもしれませんけれどまあただやはりそのとても個人差があるんですね。 えっと、例えば仕事で、仕事ができないぐらい副作用がひどいんであれば、やっぱりそれはその、その人にとっては治療のいい意義とか意欲とかそこがなくなっちゃうので、そこを十分ちょっとこう、担当意図、時間を持って協議したり、あるいはその外来の場合だと、化学療法室の看護師なんかがそこね、あのー、ご相談乗ったりとか、結局僕ら会うのはかなりこう、抗がん剤治療して、 元気になった2週間後にお会いするんですけど、元気じゃない時にお会いしてるわけじゃないので、そこは上手にこう、自分の気持ちとか、病院の担当医に、まあ、伝わればいいでしょうね。あと、まあ、あの、今、早期から緩和ケアとか、まあ、治療中にも緩和ケアサポートチームに入ってもらうという動きもあるんですが、先生方はそういったあの緩和ケアチームとどうな、 あの連携をっっってやってやらっしゃいます,かえっとです、ね、基本的には、あの必要に応じてお願いはしてます。で、えっとまあ、今、専門的な緩和ケアという言い方と基礎的な緩和ケアという言い方があって、あ,のあっちこっちも行く,行くので、やっぱり皆さん大変だと思うんですね。だから僕は、あのまあ、この世界長いんで、いろいろな緩和ケア的なスキルが僕なりにあると思ってはいますので。 まああのモルフィネを使うとかそれ以外のさらに治療する段階もなるべく僕ができる範疇でやるようにはしてますけどただ専門的な緩和ケアちょっとこう踏み込んだ緩和ケアが必要な時にはあのやはりえと手伝ってもらってますでえとそこはちょっと病院とか担当医の,あのこうによって違うと思いますしあの手分けした方がいい場合と あのまとめてやった方がいい場合といろいろあるので結局あ,のあっちも行ってこっちも行ってだともうずっと病院にいなきゃいけないってことになることがあるので状況に応じてだと思うんですけどねまあチームワークよく今あの緩和ケアに関するこう認識もう病院にかなり普及してますのでえっとちょっと困ったってことあればそれはもう担当医にお話ししたりその看護師ですとかえに声かけて。 あるいはあとは相談支援センターってあの各施設あると思いますのでお相談するといいんじゃないかなと思いますだからまあそういった緩和ケアチームなんかの協力も得ながらできるだけ QOL を保ってあの治療をあの継続するっていうまあやはりあの継続の方があのつまりその抗がん剤って薬を使った途端に効くわけじゃなくてですね 特に膵臓がんそうですけど効き目が出るのって数週間最低でもかかります、うん、効いてるか効いてないかの判断って2か月後ぐらいじゃないと分かんないんですねですからあのそういう意味では始めたからには続けてみた方がいいかなと思いますしただもうとんでもなく辛くてどうしようもないという場合にはやっぱり無理しないっていうのはやっぱ重要だとは思います、うん、じゃあその辺はやはり主治医の先生とよくまあご相談されてて。 あとあのゲムシタビンゲ,、えー、ゲムえっとゲムタビンとアブラキサン療法は通院でないとあの保険適用になりません、えー、と友人が副作用がひどくて入院治療を希望しても受け入れられませんでした、えー、なぜ通院でないとあのいけないんでしょうかという質問が来ておりますうんとですね結局ずっと入院するのかってことになっちゃうんですね副作用が消えるまでだと ずっと2ヶ月間入院っていうことになるんであれば現実的に。治療として成立しないんでまあ、基本的には。通院でやるっていうのが一般的だとは思っています。うん、1>, 1回目だけあの入院でやりました。っていうケースはあるかなとは思います。けれど、はい、あとさっきちょっとお話し,しましたけど、やっぱ元気な人っていうかですね。入院しなければいけないぐらい。調子が悪いっていうことは元気な人ではないので。 治療のメリットもあんまり期待できないかもしれないなっていうことと、あとは、あの、実は入院って安全なようで安全でもないんですね。あと、あの間違いなく言えることは、えー、病院食は美味しくないんですよね。<laughs> なんで、<laughs> あの、美味しくないって言っちゃ怒られちゃうかな。あの、家で好きなものを食べた方がいい、一般的にいいです。あと、病院にいるとずっと病人になっちゃいます。 家に帰ると病気のことを忘れる瞬間が病院よりはあると思うので、うん、いろんな面で言うとやっぱりあの通いながら治療するのが、まあ、あの健康的だとは思ってますただあの保険適用じゃないとかあの病院の事情とかあのそこの辺はちょっと難しいところですけどね、うん、導入だけあのそういった治療するとかっていう場合も中にはありますし まあ、あの一部の病院ではもう長く入院して治療しますよっていう病院はもしかしたらあるとは思いますけれど、まあ、一般的な専門病院だとこのゲーム下病院と油木さんを入院でやるっていうのはあんままりやってないいと思います今外来にどんどんシフトしてきているので、ね、まああの 先ほど先生がおっしゃったように、まあ、看護師さんとか、あと薬剤師さんも配置されているので、そういったまあ副作用は、あの、専門職のサポートを受けながら、あの、続けられるといいかと思いますが、あと先生、抗がん剤と放射線治療による、晩期障害にはどういうことがありますか、えー、何年も先に出る可能性はあるのですかえっ、ー、と、あと、晩期障害への対処法は、えー、どうなりますかということですか。晩期障害は本当にもう、 あの、エピソードいっぱいあるんですね。一つは気づかない。あの、気づかないんです。5年経って、あるいは10年経って、がんは治ったけど、晩期障害で亡くなる方っていらっしゃるんです。突然死してしまうこともあって、実はそれが放射線治療の晩期障害の場合があります。えー、もうちょっと医学的に言うと、繊維化っていうのを起こします。えー、繊維化っていうのは、固硬くなるんですね。傷が、 こう、皮膚の表面の傷がこう、引きずれるような感じに、硬くなります。カチンコチンになります。血管が潰れたりもするんですね。で、いろんな症状が、あの、出ます。多彩な症状が出て、わかりづらいという特徴があるのと、年余にわたって出るので、まあ、そこがちょっと問題なんですけど、起こさないポイントとしては、照、え、射、ー、の、えっ、ー、と、放射線ですね。放射線の範囲を、もう極力病気だけに留めるとか、回数を少なくす、あの、まあ、 1> 1回線量を減らすとかですもそれでもゼロにはできないのが、まあ、放射線の板剣障害の、まあ、怖いところなんですけどまああの、まあ、ごく最近に治療を始めてる方は割合そこに対して配慮をかなりされた上で治療をされてるはずですので、まあ、ただ油断しないっていうことですね5年経っても10年経っても放射線の障害が後で出てくることがあります。 あと放射線に関連して、先進医療の,あの粒子線治療が有効と聞いたことがありますが、ステージはどれぐらいまで治療が可能なんでしょうか、それからあの治る可能性というのはどうですかという質問が来てます粒子線治療は、えっと、基本的には局所に限定したものですね、先ほど言ったあの真ん中のところ、3のとこですかね、あのところが一番の対象になるんだろうとは思います。 えっとただ中にはステージ4で受けられている方もちらほら見受けますが目的を何に持っていくかというのがまあ重要だと思います一般的には治るとは言えないと治るとは言えないと強めになりますけど放射線治療で、えー、あるいは重粒子線治療ですい臓がんが完全に退治できるとは、まあ、やはり言えないので目的を明確に持った上で考えるという感じになるんじゃないかなと思います こういったあの、先進医療のご相談もやっぱり主治医の先生にすればいいですか放射線系の相談っていうのは。先進、重粒子線に関しては、まあもちろん主治医が窓口になるとは思います。はい、で、重粒子線の施設でも限られてますので、まあ場合によってはそこでご相談でしょうし、都内に発出所みたいなりますけど、ご存知ですか <laughs> 相談できるところが実はいくつかあるんですけど、はい、えっとちょっとこうなんていうかプレシジョンメディシンゲノム診療もそうなんですけど割合重先進医療という言葉であのとんでもなくお金払ったらチい治療が受けられるという幻想みたいなのがちょっとあって必ずしも重粒子線だからといってあのベストと言えるわけではないですし。 あのまあ、世界で多分最新の情報じゃないから分かりませんけど世界で一番重粒子戦の機会多いのは日本ですしあのなそんなに必要なのかっていうこの辺ちょっと怖い話になってきますのであのみんなの皆さんの前でお話できる感じじゃないかもしれないんですけど <laughs> 動画で流れちゃうのかな <laughs> あの重粒子戦だからといってあの一番いい治療とは言えないというのが、まあ、みんなあの感じている現実だと思います。はい じゃあ、やはり、あの、ちょっと主治医の先生とか、あるいはこういったパンキャンさんの電話相談もやってらっしゃるようなので,でいいな、そういったところで、あの、ちょっとご相談をされて、で、ちょっと長くなりますが、あの、神経内分泌腫瘍で、あの、ちょっとご説明していただくと長くなるので、この先生の、あの、ご専門の治療の情報を取れるような情報ソースがあったら教えていただきたいんですが、 あの最先端医療について教えてくださいという質問が来てはいるんです神経内分泌腫瘍ですねはい神経内分泌腫瘍の最先端医療についてということで最先端の情報あの、うん、神経慶応でコンパスっていうサイトを作ってましてそこは僕は神経内分泌腫瘍は担当しました<あ>コンパスっていう変な「慶応パス」って書くんですけどそこでちょっと分かりやすめには作りましたね あと、神経内分泌腫瘍は冊子が結構実はあるんですけどね。冊子があるので、そこでご覧になるとはいいとは思います。え、あとはどうですかね。まあ、あの、先ほどの癌情報とか、パンキャンさんが結構ね、あの、シマウマネットさんっていう患者会と一緒にやる会合とかやってますので、そういう動画とか、冊子、資料とか見られるといいんじゃないかなとは思います。 慶応義塾大学コンパスということで入れて最初にできればじゃあコンパス <laughs> はい入れていただいたりあとは今おっしゃったパンキャンさんパンキャンさんもあのコラボレーションしていますよね、はい、まあただあのパンキャンさんはまあ,あくまで膵臓がんの方ですからちょっとあのストライクではないかもしれませんけども、はい、それではあの時間になりましたのでこれで膵臓がんのセッションを終了いたします先生どうもありがとうございましたどうもありがとうございました 浜本先生、渡辺さん、ありがとうございました。それでは最後に、えー、ご協力いただきました浜本先生に感謝状をお送りしたいと思います。先生、少し前の方に。大変お忙しい中、ありがとうございました。<laughs> また司会の渡辺さんにも感謝状をお送りしたいと思います。素敵な司会をありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いいたします。それではこれをもちまして、えー 水造岩のセッションを終わらせていただきたいと思います。